こんばんは。こんばんは。皆様こんばんは。こんばんは。なんぐらしようと思います。今回のさ、なんぐらのお題ってさ、かき氷だよね。なんか自分がなんか一番いいかん、なんか考えのかき氷みたいな。自分の何だったっけ、理想の、理想のだったっけ。わあ、のーちゃんかき氷ありがとうございます。そう、リップ濃くなったよ。濃くした。何グラしましょう。かき氷だよね。なんかめっちゃ難しくない？お題って何だったっけ。お題、え、本当はゆかたんおる。やっほー、ゆかたん、ゆうかちゃん。え、何だったっけ、なんぐらのお題って。え、あれだよね、かき氷だよね。ゆかたん、めっちゃ似合ってたよ。ゆかた超可愛かった。見てください、こちら太陽のやつです。かき氷だよね。え、なんていうかき氷だったっけ。どういうお題だったっけ。え、ちょっと待って、見たらよかった。だよね。ちょっと誰か皆さん教えてください。どんなお題だったっけ。かき氷は分かってるの。あ、せ、今年入るかき氷だ。そうだ、思い出した。ありがとうございます。そうだそうだ、そうでした、そうでした。ありがとうございます。そうだそうだ、書くね。じゃあ、え、めっちゃ難しくない？今流行ってるものだよね。じゃあさ、最初にさ、今流行ってるものからちょっと抜き出していく。今流行ってるものをそのかき氷の中に入れる。今流行ってるものか。うーん、なんだろう。10円パンってちょっと前じゃない？え、なんだろう、今流行ってるものって。なんだろう、めっちゃ難しい。じゃあ、いろいろ流行ったものを昔、昔というか、いろいろ昔に流行ったものを入れていく。だから、昔流行ったものだったらタピオカとか入れていくの。わあ、ビビビビさん、かき氷どうぞ、ありがとう。わ、しげさんもだるま、ありがとうございます。わ、のーちゃんもかき氷ありがとう。わ、よっちゃんもありがとう。かき氷とソフトクリームもありがとう。書いていいですか、かき氷を。じゃあ難しいかもね。でもちょっと書いてみるね、一回下書きで。じゃあ、めっちゃ難しくない？どうやって書くんだ？かき氷って。わあ、タレパンさんもかき氷ありがとう。え、待って、ちょっと、ちょっと待ってくれ。私ちょっと本当に絵下手なんだよね。トゥントゥン、タン、タン、タン。あかん。わあ、ゆけさんもかき氷ありがとう。どうしよう、難しい、本当に難しい。パーン、なんか違うくないか。師匠をギフトのかき氷に真似させてたよ。え、マジ？それ確かに頭いいね。
対象、対象じゃなさすぎない、ここだ、ここを変えればいいんだ。あ、わかった。こうだね。こうやってこうだ。違うな。こうやってこういうと、あ、なんか違う。わあ、あやねちゃんかき氷ありがとう。ありがとうね。あ、ソフトクリームもありがとう。じゃあ。え、待って、本当に映画苦手。ちょっと待って笑っちゃうんだけど、なんかちょっとね、土台完成しました。土台ちょっとくしゃくしゃなっちゃった。え、なんか変だね。まあ、いっか。下、まあ、土台だからね。で、とりあえず一旦普通のかき氷を描きます。で、ここにね、氷って描きたいの。私氷って描きたいんだけど、かき氷だからね。はい、だから字だけ一丁前なんだけど、字だけ一丁前です。あ、確かにカヌレと氷グミ、あ、あり。カヌレありだな。お題は何ですか？お題は今年流行るかき氷を作ろうみたいなお題です。ちょっとね、軽く絵を描きましょう。こんばんは、こんばんは。消しゴムで消してるの、学生感あってめっちゃ可愛いねって。え、本当ですか？もうね、あの実際にあの高校で使ってるやつです。筆箱もこのね、シャーペンも実際にね、これも高校で使ってるやつ。お、氷だけ一丁前なんで、私字だけ一丁前。字だけやないかい。本当に字だけ一丁前です。氷。そしたら私はね、あのピンクが好きなので、今回はいちごのねやつを描く。だからこの普通のかき氷はちょっと皆さんがねギフトでくださったやつを真似して、そこにいろいろとね、なんかね、いろんなね、今昔とか今流行ってるものとかをどんどん入れていこうかなって思います。なので、ね、今のかき氷、ちょっと皆さんからいただいてギフトのかき氷がちょっと意外に難しいんですよね。あ、でも普通になんかご飯みたいにちょっともりもりにしたらなんとかなりそうな感じ。そう、高校生です、私は今。おお、ねえ、くしゃくしゃにならないでよ。ねえ、くしゃくしゃなっちゃった。ねえ、頑張って頑張って直しました。まゆけさん、どうぞ。ありがとう。え、いいの真似して、これそういうことだよね。いいの真似しちゃって。こんにちは、こんにちは。勉強してるみたいで可愛い。絶対やらないことですけど、私が。
よし、あ、いけたよ。ほら見てください、軽くね土台は完成しました。聞こえ、なのでね、シロップが上だけねついてる方が多分おしゃれかなって思うんで、ここにいちごのシロップ、ね、いちご色をね軽くね吹きかけてかけていきますね。え、かわいい、めっちゃかわいいよ。え、超かわいいかも。無言になっちゃう、ちょっと。え、なんかうまくいかないんだけど。下薄くしたのがいいかも。よし、できたよ。なんとなく一旦ね最初のかき氷はできましたということなので、ね、次はね今度お皿を可愛くしようかな。最近のね若者たちはね結構ハートがね好きなのかな、いや分かんないけど、ハートでちょっと可愛くね。神々しくさせてあげます。そしたら今昔流行ったものとか今流行ってるものを入れていいですか。ギャルピースしてる JK はちょっとめっちゃむずくない？私そんな絵うまくないんだけど。タピオカ描くわ。タピオカはね昔流行ったから描けると思う。タピオカ上に乗っけるの、タピオカをあのかき氷の、やばい、これ下書き書いた方がいいね、やっぱり最初は。あ、タピオカありがとうね、絵文字。見やすいわこれは。タピオカは師匠のイメージ。いや、そうだよね。それはそうなんや。ストローを何色にしようかな。赤のイメージあるからな、で。タピオカ。めっちゃパクってる。絵文字。めっちゃ絵文字パクってる。OK。タピオカ描くの難しいよ、本当に。え、やっぱり。味はっていうか飲み物自体はミルクティーかな、代表的なのは。そうなの。あ、やばい、なんか違った。
っちゃ真剣になってた。あ、絵文字ありがとう。これ絵文字真似できるね。やっぱミルクティーかな、代表的なの。じゃあミルクティーいっぱい色あるからね、これ使い放題なの。どうやって描くのかな、ミルクティーって。まずは中に茶色、やばい、これなんか全然茶色じゃないんだけど、これかな。うーん、なんか違う。待って、色がないんだけど、タピオカ色。あー、こっちの方が強いわ。ミスったわ、めっちゃミスった。待って、めっちゃ真剣になってんだけど、私真剣です。まいっか。そしたら次、本題のタピオカをね、描いていこうと思います。黒でわーって塗りつぶしますね。いきますね。塗りつぶしますよ。あ、見にくいかな。ちょっとタピオカ大きいかも。3つぐらいしかないかも、これ。タピオカ大きくなっちゃったかも。あ、でも、めっちゃうまいかも。できました、タピオカ。こんな感じでね、かき氷の上に乗っけました。え、いいんじゃないの、流行る流行る。大丈夫、流行る。そしたら今流行ってるものは、他にはカヌレ、カヌレを描く。カヌレむずいんだけど。え、待ってね、カヌレ描くわ。じゃあ待って、カヌレむずいって、カヌレむずいよ。え、うまい、ちゃんとタピオカ。え、そう、そういう乗せ方も、上にね、あの、こう、なんて言えばいい、かき氷の中に刺す感じ。だから、タピオカも冷たいよ、みたいな。冷たいまま飲めるよ、みたいな感じです。どう？うまい？え、うまい？嬉しいわ、それは。え、ね、カヌレどうやってやる？カヌレの書き方がわかんないです。ちょっと調べていいですか？カヌレ調べるわ。カヌレ、って調べたら出てくる？ごめんね、今スイッチしかないの、所持が。なのでスイッチを調べて、で調べたいと思います。まあ、冷やしカレーさん、赤いペンライトありがとうございます。ちょっと待ってね、カヌレ調べるわ。カヌレ、え、カヌレ、って調べたらあんま出てこない。やばい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 、狂った狂った。そう、カヌレの絵文字がないからね、調べるしかないの。え、待って、カヌレの絵ないんじゃないの、これ。まさか、しょうがない、カヌレ本体を見てちょっと勉強するわ。え、難しいんだけど、カヌレね、描けないかも。でもカヌレって流行ってるから描きたいよね。わ、頑張るわ。あったあった、カヌレ描きます。カヌレをちょっと暗くなっちゃったけど。え、むずい。なるほどね、なんかね、お花柄みたいになってんで、上が。カヌレ画像で出てこないよね。YouTube だからかな。あ、でもうまいかも、私。カヌレ。え、待って。絵心開花してきたかも。え、うまい。え、ちょっと私のびっくりしてる。これでさ、茶色にしたらもう確定じゃない？え、待って、開花開花。え、うまい。
ありがとうだカレン YouTube さん助かりました。え待ってこれやばいんだけど私。え待って今どれ使ったっけ、これか。えちょっと色塗るわ、天才出ちゃったわ。え待ってこれやばいぞ、普通にうまい私。でも皆さんこれ絶対わかると思うよ、カヌレって思わなくても、カヌレって言ってなくてもこれの絵見たらあカヌレじゃんってなる。なんかでもちょっと真ん中の黒一緒できたカヌレあんま重くないかも。こちらですカヌレ、なんかちょっと長い、まあ、でもわかるわかる、いたすいません、でもまあわかるわかる大丈夫ね。なんかちょっと茶色っぽくなった全体的に、だから変えるわ、いろいろと流行ってるもの。何流行ったっけ、チュロスじゃないよ。わあ小杖さんありがとうございます、ソフトクリームスターもありがとう。え、わかるでしょ流行り、ちょっと流行りって調べる、流行り、流行り食べ物、流行りの食べ、オッケー。あ、カラフルなわたあめ流行ったね、いいねこれ、すいません広告が。え待ってわたあめいいわ、めっちゃいい、ありがとうございます皆さん。えわたあめめっちゃいい、ちょっとわたあめ書くわ、ちょっとわたあめも調べていいですか。あでもなんか流行りそうな食べ物ランキングをまとめていただいてる人がいる、ちょっと見てみますこちらを。流行りそうじゃダメなんですよ、流行った、やっぱ10円パン流行ってんな。韓国料理とかもいいね、いやいや韓国料理は違うか、かき氷に。え、わたあめいい、いいね、ちょっとわたあめ。シェイクうどんは今日食べたよ、わたあめ今トゥンカロン食べてた、あトゥンカロンも流行ってるね、カラフル、カラフル、オッケー、あこれだこれだわ、これちょっと書くわ、これだとちょっと見た目も良くなりそうだしね。書きます。こうなって、あ、こうなって、こう、最後にこう。ちょっと右側、左側、右側に書こうか。こうなって、こう。こうなって、こうだね。外向きに書いた方がいいかも。まあ、かなたさん、氷ありがとうございます。横向きで書くわ。こうなって、こう。こうなって、こうかな？出るかな？オッケー。してきた。で、上がピンクだね、さっき。ピンク色を使ってます、この方は。ピンク行ってからのここで切るか、オレンジ行って緑行ってからの、かゆい、
ワッフル、あ、ワッフル、黒ワッフル、昨日公園で初めて会いに行けてめっちゃ可愛かったって、ありがとうございます。やった、嬉しい、ありがとう。やったね。で、緑かな、これは黄緑。あー、水色の方が可愛いかも。水色にします。水色、これだね、水色。え、めっちゃいいんじゃないの、本当に。わあ、マーサさん、ハートありがとうございます。で、最後に紫いこう。紫、お、かわいいんじゃないの。できた、できたん。わあ、マーサさん、ピンクのハートもありがとうございます。ありがとう。できました、皆さん、カラフルな綿あめ、こちらです。カラフルな綿あめ、え、めっちゃいいね。そしたら次、次流行りもんなんだ。10円パン、10円パンでもな、10円パンは茶色いんよ。ちょっと今茶色に満ち溢れてるからさ、ちょっとカラフルなのない、みんな、なんか。ある、なんか最近、最近というか昔でもいいし、流行ったやつ。いちご飴、ねえ、ねえ、もう天才、もう天才、もう天才やん。ねえ、いちご飴は天才。書くわ、いちご飴上に書こうかな、そのかき氷のてっぺんに書く。え、でも天才、天才か、本当に。リンゴ飴ってどうやって書くんだっけ。え、もう天才じゃん、さすがに。うわ、てリンゴ飴、私全然忘れてたわ。うわ、マジ天才すぎる、もうそれは。一番上に書くわ。トゥンカロンもありだね。確かに流行ったね。トゥンカロンも書くわ。ライスペーパーライスペーパーどうやって書くの、透明だよ。どうやって書くの、ライスペーパー。え、めっちゃ可愛い、あり。よし、いちごに染めるわ。可愛い。いちご飴の棒って何色がいいかな。黒？やっぱり茶色？黒かな？できた！見てください皆さん、てっぺんにいちご飴を描きました。ということで次、トゥンカロンもね、描きたいと思います。トゥンカロンを調べます。トゥンカロンはね、わかんないです、私。見ないと、トゥ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 ンカロン、トゥトゥに行くんだ、しょうがない。こい。え、トゥントゥンじゃないんだけど。トゥンカロン、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 トゥンカ、トゥンカロン。オッケー、トゥンカロン。お、トゥンカロン来た。なんか見やすい方いるかな。あ、見やすい。
でもどのねトゥンカロンの柄にしようか迷うね。なんかいっぱいあるじゃんトゥンカロンって色とい、あま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 あ消せましたということでね。トゥンカロンさこっち向きで描くのめっちゃむずくない？めっちゃ平らにしないといけちゃうじゃん。ここクリーム多めだよね。なんかこういう感じ、結構クリームはみ出てる。めっちゃむずい。トゥンカロンやばい、描けないかも。トゥンカロンやばいわ。普通の丸でいく。もうかわいいね。で中はちょっとねなんかねくるくるしたクリームが入ってるから、こういう感じでくるくるとさせていただいて、下はこういう感じでコーティング。なるほど、ありで、お皿にしようか。トゥンカロンもじゃあね、なんか大変なことになったんだけど皆さん助けてください。まあこれで癒しとしようね。めっちゃ大変なことになっちゃった。わあ小杉さんキャンディーありがとうございます。このキャンディーも描いたら絶対可愛くない？思った思ったって自分で言う。絶対可愛いよねキャンディー。このキャンディー描くのありじゃない？トゥンカロン難しいな。でここは薄くして、でここはよしできた。トゥンカロンでもね、変なんか変なトゥンカロンになっちゃって、もうトゥンカロンとは言えないね。こちらトゥンカロンじゃないよ。これはキャンディーも描こっかな。キャンディーなんかね結構カラフルに見えて絶対可愛い。キャンディー、これ真似していいっすか？小杉さんありがとうございます。キャンディー、キャンディー真似しよう。でもね難しいかも。ちょっとここにキャンディー描くか、はい、何色使ってる？青と黄色、青と黄色と黄色と黄緑。かわいい。ありあり。これ何色した？ピンクだね。はだだやべっか。なんかこういうペロペロキャンディーみたいなのも流行ったよね。できたよ。今こんな感じ。めっちゃぶっ刺さってるね全体的に。なんか。他なんかあったっけ流行ったやつ。10円パン描くか。もうここまでカラフルにしたら10円パンはありだよね。そうだよねみんな。ちょっといた、すいません足打った。10円パン描くか。10円パン描いちゃおう。ここに描こうかな。10円パン、10円パン楽勝だね。10って書いてるだけだもん私。あり、10円パン。難しいな。なんかでも10円パンも10円パンで難しいかも。薄く。
わあ、マーサさんビーチボールありがとうございます。ビーチボールだ。はい、できた。10円パン書きました。そしたらじゃあ次はこの余ってるところも全体的に埋めていきたいんよ。だからなんかあったっけ、ちょっとちっちゃめのさ流行りも、なんだろう、チーズドッグとか流行ったからチーズドッグ書いとく。チーズドッグはなんか黄色の、あ、でも黄色じゃマスタードか書けないかな、やっぱ茶色かな。こっち向きに書く。ホットドッグになっちゃうかも、10もチーズドッグは。お、いい感じ。わあ、レトロの、あ、プリン流行ってるね。あ、流行ってる流行ってる。やばい、充電が減ってきた。刺すわ。10円、確かにあれだよね、流行ってるね最近。え、待って、チーズドッグさ、マスタードとかケチャップかけないんだけど、ちょっと濃くしすぎた。はい、できた。チーズドッグ、あと一つ書きたいわ。一つなんかない？一つあと。ハート、ハート、ハート、ハートと。え、早い、もうこんな時間、やばい、40分私かけ続けてるよね。ちょっと待って、時間がやばくなってきた。普通になんか調べ物とかいろいろしてたのに時間。え、でもなかなか私のあれにもね、結構いい案出した気がする。なんかあったっけ、あと。難しいな、やっぱり。マリトッツォ。え、なにそれ。え、マーサさんありがとうございます、ハートありがとう。え、なにそれ、マリトッツォ。え、待って、なに、初めて聞いたんだけど。待って、流行り乗ってない系女子やば。え、待って、マリトッツォって何、めっちゃ気になる。マリトッツ、あ、出てきた。これ、あ、なんかあれ、マリトッツォ、なんかあれだね、フルーツサンドみたいな。へえ、いいね、これ、あり、かわいい。あ、めっちゃかわいいわこれ。マリトッツォにします、最後は。え、めっちゃかわいいよマリトッツォ。今私初めて今知った、めっちゃ美味しそう、やばい、食べたい。書くわ、マリトッツォ。言えてる、マリトッツォって。去年
年流行ってた。え、待って、わかんないんだけど私。流行り乗れてない女子じゃん。ちょっと待ってね。よいしょ、すいませんでした。え、ちょっとマリトッツォめっちゃ食べたい。え、今でも売ってますよね、そりゃ。え、何？え、かわいいマリトッツォできました。皆さん、こちらどれがマリトッツォかわかりますか？合ってるのこれ、マリトッツォ。え、めっちゃ可愛くない？どうですか皆さん、最近流行りのものをかき集めたかき氷となります。なので絶対流行る。ちょっとお値段は高いかもしれないけど流行る。これは、え、めっちゃ良くない？で、下にスプーン書くの本当に苦手なんよ私。ちょっと見てほしい私のスプーンを。これはね、小さい頃からもう歴代として私は書いてきたスプーンなんで、まあ、やめざるには負えないですよね、これ。ねえ、本当にスプーン下手。もうやばいんだけど。え、マジ？ちょっとマリトッツォで食べよっかな。めっちゃ美味しそう。見たけど。え、ちょっと待って、なんか全然流行り知らないんだけど私。オッケー、できました皆さん。こちらスプーン待って、スプーンで台無しにしてる。ちょっといっか。皆さんどうですか私のかき氷。絶対入りますよね。かき氷どうですか。今年流行ると思うかき氷を書いてみました。皆さんどうですか。こちら、え、めっちゃよくない。え、ね、こんなかき氷やったら私食べちゃうわ。カレンさん、ありがとうございます。ハートたくさんありがとう。え、ね、どう、めっちゃ良くない。みんないいって言ってよ教えて。このおかげでこの食べ物あったら幸せやねって。だよね、やったえ、嬉しいわ。なんかうまく描けて満足。できました、皆さん。ナンブラー流行るかき氷描きましたよ皆さん。かわいい、あり、よきよき。わあ、ゆけさんかわいい、ありがとう。めっちゃかわいくない？いや、我ながらちょっと結構センス良きなんじゃないの。え、我ながら本当に、ちょっと我ながら言い過ぎ、突き出すわ。なんか、え、可愛いよね。ありあり。わ、すいませんね。わあ、カレンさんありがとう。赤いペンライトありがとう。かっこ。え、めっちゃあり。待って、めっちゃセンスの塊。これどうかな、かわいいかな。あり、かき氷できました。
え、よくない？一つずつ紹介するとね、まずこっち、右こっち側から行くと、こっちは10円パン。10円パンです、こちらが。10円パン。で、次にこちらが何だったっけ？トゥンカロンです。こちら、トゥンカロン。で、次が、何だっけこれ。フォッツォッフェみたいなやつです。何だったっけ？どこだっけ、なんてやつだったっけ、マリトッツォや。マリトッツォ。マリトッツォです。で、続いてがカヌレ。こちらがカヌレですね。で、こちらがね、キャンディーになっております。そしてこちら、いちご飴。そしてこちらがタピオカ。そしてこちらがチーズドッグ。こちらがカラフルな綿飴です。え、めっちゃよくない？かわいい。まあ、小杉さん、ソフトクリームありがとう。え、めっちゃあり。我ながら可愛くできた。でね、ちょっとハートをね、こう描いたよ。なんかさっきハート描きました。ありがとうね、皆さん、たくさん流行りものを教えていただいて。私、皆さんの流行りもの教えてくれなかったらもうほとんど描けなかった。だって自分で考案したのさ、タピオカとチーズドッグとカヌレぐらいなんだけど。本当に全然入りも分かってないわ、私。いちご飴とか思いつかなかったもん、本当に。ツンからも思いつかなかったし、また飴も思いつかなかった。え、もうすごいわ、皆さん。本当に皆さんがいなかったら私は3つぐらいで止まってました。絶対に。ありがとうね、本当に。皆さんのおかげで完成しました。ありがとう。やったね。かわいいね、あんた。食べていいかな。すいません、ひどいところをお見せしてしまって。ありがとう、本当に。よくできましたって、ありがとう。どこくする、ここ。めっちゃ真剣になって書いてたけど。あ、りんりんちゃん、ツインテールかわいいねって、ありがとう。やったー。そう、今日ツインテールでね、巻き巻きしました。こっちも巻きちゃんにしましたよ、こちら。そうなの。よいしょ。わあ、皆さん。これさ、ショールームさ、毎回思うんだけどさ、星投げてるとき、星をさ、こう投げるときってさ、飛んでるじゃん。めっちゃ可愛いよね。飛ぶんだよ、ね。めっちゃ可愛いんだけど、飛んでるの。巻きつい似合う、可愛いって、ありがとう、やったん。出題交代行ったら見つけてくれるって、見つけるよ、私。逆にもうね、私のペンライトとか振ってる方がいたら、なんかもう そこに気になりすぎて、私もなんか何回も見ちゃう気がします。私のペンラ振ってくれる人、毎回もう何十回も公園で目合ってるかも。 MC の時とかめっちゃ見ちゃうねんな。なんか本当になんか好きな人とかさ、よく見ちゃうみたいな言うやん。多分ほんまそれと一緒なんよね。もう本当に何十回もね、見ちゃってるペンライト。その人と目合わせてニコって毎回しちゃうのね。なんかもうニヤニヤしてさ、見ちゃうんよ。ほんまに、なんかこうね、ずっと見て、本当にニヤニヤしてる。でも本当にわかるかな、多分自覚あると思うんだよね、その方。いろいろ絶対に、そう、毎回そうなんよね。ペンラの方、私のペンラ振ってる方全員デート目合ってニコニコしてると思います、多分。
なんか嬉しくてさ、ついついさこう視線がいっちゃうんだよね、そっちに。本当に MC 中めっちゃ目合って嬉しかったってだよね。多分ね、めっちゃ MC 中見てると思う、皆さんのこと。わあ、野原しんのすけのすけさん、かき氷とソフトクリームありがとうございます。でも本当に本当恥ずかしいぐらい見てると思うよ。こっちがファンみたいになってるかも、もう。もう本当に私がファン。東京住んでるけどまた公園行くって、ありがとう、遠いって遠いのにありがとう。ぜひみんな、またぜひね、世代交代しに来てください、皆さん。ぜひ、私が多分ニヤニヤしてるんで本当にニヤニヤが止まりませんよ、私のペンラこうやって振ってくださってる方が。もうまずジェネチェンでその見つけるんですよ。ジェネレーションチェンジでこう入るじゃないですか。そしてやっぱ踊ってる時とかね、私のペンラが見えるわけ。それでわっいるみたいになって MC が始まるじゃないですか。皆さんの自己紹介、みんなの自己紹介始まってから、こう結構前の列がどんどん自己紹介していくから時間があるんですよね、私たちは。そこでいろいろ見つけ、皆さんの顔全部一回見てペンラ振ってる食ってる方を何回も MC 中目合わせて、だってなんか見ちゃうんですよね、ついつい。本当にマジで見ちゃう。200回公演入ってきたけど1回も誰ともアイコンタクト取れたことない。え、嘘、私とだったら取れると思います、絶対に。でも本当にめっちゃ見ちゃうから絶対見てるよ私。もう本当に見てしまっているので、皆さんぜひ、皆さんね、本当に皆さんより見てるかもしれませんよ、皆さんのことを。っていうレベルでめっちゃ見てるので、ぜひね、皆さん私のことずっと見ててくださいね。そしたら多分何十回っていう、もう目合うと思います、公演で。もう本当に、よいしょ。まあもう55分早っ。もう何ぐらいしてたらあっという間なんだけど。ええ、エニャちゃんしか見てなかったよって、嬉しいで、わかるよカレンさんのいた場所。でも全員覚えてるよマジで、これリアル。すいません、恥ずかしいんですけど、ちょっと。それではですね、ランキングを読もうと思います。ランキングを読みますよ皆さん、いきます。13位の方がウアンさん、ありがとうございます。そして12位の方がマイマイさん、ありがとうございます。そして11位の方がカレンさん、ありがとうございます。そして10位の方が冷やしカレーさん、ありがとうございます。そして9位の方がコウヤさん、ありがとうございます。そして8位の方がカナタさん、ありがとうございます。そして7位の方がマーサさん、ありがとうございます。そして6位の方がコズエさん、ありがとうございます。そして5位の方がよっちゃん、ありがとうございます。そして4位の方が野原しんのすけのすけさんです、ありがとうございます。そして7位、3位の方からね、順にあだ名をつけていこうと思います。キングマンさんなんで、どうしようかな。キングマンさん、じゃあじゃあ金どうしようかな。どうしよう、じゃあ万くんでいきます。多分ね、キングはありきたりだから、ありがとうございます。そして2位の方がビビビビさん、じゃあビビビビさんは今日はベベをで、ベベでね、あだ名を挑戦してるので、
ベベチー、ベベチーでいきます。ありがとうございます、ベベチー。そして1位が、ゆけさん。ゆけさんはじゃあどうしようかな。ゆけさんはじゃあゆっちゃん、ゆっちゃんで、ありがとうございます。ありがとね、皆さん。ナングラ作品できたよ、ほらできたよ、ナングラめっちゃ可愛いでしょ。できましたよ、ナングラちゃん。ありがとね、皆さん。本当に今日は、今日の配信は、私はね3時間したので以上でなるんですけど、明日が最終日ということで、でも明日は昼夜公演があるので、ちょっと3時間するのは厳しいと思うんですけど、まあ、できる限りね、最低何時間やりたいかな。でも本当に理想は3時間なんだけど、本当にでもできる限りやると思うので、皆さんぜひね見に来てね。ありがとうございました。本当に最終日も明日よろしくお願いします。そして皆さんぜひ明日ね、世代交代前夜公演がね昼夜あるということで、劇場来るよって方も、 DMM 配信で見るよって方もぜひね楽しんでいただけたらなって思います。ありがとうございました、皆さん。ありがとね、皆さんのおかげでナングラできました。ありがとう。じゃあね、ありがとう。